アメリカ合衆国カリフォルニアシューカーソン出身のラッパー、ソングライター、トップドーグエンターテイメントに所属し、j ロック、ケンドリック、ラマー、スクールボーイ級と共にヒップホップグループ、ブラックヒッピーのメンバーでもある。2011年、アルバム、ロンタームメンタリティでデビュー。2012年に2作目のアルバム、コントロールシステムをリリースし、 批評家から賞賛を受ける。その後、3作目のアルバム、テイゼ・デイズ、4作目、ドゥ・ホワット・ザ・ウィルトをリリースしている。アブ・ソウル1987年2月23日、アブ・ソウルこと、ハーバート・アンソニー・スティーブンズ4世は、韓国のソウルで生まれた。父が、軍にいる間の4年間を、韓国で過ごし、両親が離婚した後に、母とアメリカに戻り、 カリフォルニア州カーソンの祖母の家に移り住む。10歳の時、スティーブンス・ジョンソン症候群にかかり、目の光花瓶など後遺症が残った。家族がレコード店を経営していたこともあり、幼い頃から音楽に出会い、アブソウルは早くからラップのスキルを身につけた。2002年、アブソウルは最初の曲をレコーディングする。2005年にはストリートビットエンターテイメントと契約を結んだ。 2007年、カーソンを拠点とする、インディーレコードレーベル、トップドーグエンターテイメントと契約する。2009年1月、最初のミックステープ、ロンタームをリリースする。その後、トドの、レーベルメイトである j、j ロック、ケンドリック、ラマー、スクールボーイ級とブラックヒッピーを結成する。2011年4月5日、アルバム、ロンタームメンタリティでデビュー。 2012年5月11日、2作目のアルバム、コントロールシステムを iTunes で独占リリースする。アルバムは批評家から賞賛を受けた。10月、マックルモアライアン・ルイスのアルバム、ザ・ハイストに参加し、第56回グラミー賞の最優秀アルバム賞に、フィーチャリングアーティストとして、ノミネートを受けた。ライブでのアブ・ソウル2014年6月24日、3作目の、 アルバム、テイゼ・ベーズをリリースする。2016年12月9日、4作目のアルバム、ドゥ・ホワット・ザ・ウィルトをリリースした。2018年、映画、ブラック・パンサーのサウンドトラックアルバムに収録された楽曲、ブラディー・ウォーターズに参加した。アブ・ソウルは、ラッパーのトゥイスター、カナバス、エミネム、ナズ、ルーペ・フヤスコなどを影響を受けた。 アーティストとして挙げており、JG が最大の影響力であると述べている。ありがとうございます。